こんにちは誰でも Python チャレンジ、誰パイですね。はい、えー。続きをやりましょう。マンデルブローとジュリア、えー、楽しくいろいろ書いてますね。今回は、えー、拡大する一歩手前として、マ、えー、ンデルブロー図形の2の点をクリックして、それでそこの、えー、n の値を調べる、発散回数ですね、を調べるというのを作ってみました。ちょっと足出してみましょうね。 えーまあ、簡単なソースだと思います。こんな感じですかはい、えー。ポイントは、まあこれマンデル・ジュリア。どちらでもできる。じゃあきょ今回ジュリアにしてみましょうか。まあ大変かな。まあ、とにかく、えー、クリックしたら、そこでクリック点の座標 GXGY を取ります。それを図形上の、マンデルブロー図形上の、えー、点に変換するには、えー、キャンバスサイズで割って、 えー、図形のサイズをかけて、さらに x ローを足すという計算をするというわけですね。そしてそこの値を計算して返す、プリントするという感じでした。ちょっと足し出してみましょう。はい。えー、まずバンデルブロですと5ですね。あ、早い方がいいので少し回数減らしましょうかね。えー、ちょっと時間かかりますね。はい、こんな感じですね。 で、ここをクリックすると、まず、はい、ここです。ここは50回。つまり最大ですね。もちろん MXN を100にしてれば100が返ってくると思います。この辺は逆に1回で、一回目でもう発散してます。ちょっと近づくと、3回、5回っていう感じですね。黄色のあたりは9回。緑のあたりは、よいしょ、14回。 って感じで近づくにつれて大きくなっていくっていうことがわかります。さあ、この細かいところどうなってるか今日見てみましょうね。もちろん、ジュリアにしても同じです。ちょっとこれ汚いですが、ジュリアで例えば、えー、定数を与えてやって、例えば0、0.8。これも面白いですよ。結構単純な割には。0の0.8でジュリアを書いてみて、 えー、ちょっと時間かかってますが、そうですね。はい、こんな感じになります。面白いですね。ここら辺も、これは1。ここら辺が4。8。なんか遠浅の海岸みたいですね。緑のあたりが12。緑が26。って感じ。50のところも、実は細く真ん中に50の線があるのがわかります。つまりそれがジュリア集合ですね。はい。 ってことがわかります。いいですね。こういうふうに2の点をクリックして、えー、調べることができるっていうのが、えー、できました。この座標変換は今日も使いますので、えー、楽しみにしてください。はい。じゃあ今日のところへ行きましょう。今日は拡大するですね。はい。マンデルブロー拡大していくとフラクタルですから同じような図形が現れてくれる。それを見られるようにしたいと思います。 やることは、クリックした座標を中心に2倍に拡大するです。ですので、できると思いますね。まず、スタートは、ちょっと今、ジュリアもは入ってきて分かりにくいので、一回戻りたいと思います。154巻の座ソース、ありますかまあ、なければ一生懸命、えー、これかなマンデルだけのものですね。これをベースにしてやりたいと思います。えー、セーブアズで。 158. まあ、えぇ、ー、どうしましょうか。えー、っと、拡大数ですか。ズームインにしましょうか。マンデルズームインにしましょうか。マンデルズームイン。はい。こんな感じですね。そして、非常にこれ単純でした。少し早くするために、えぇ、ー、と。 まあそうですね。マックス線を50にし、あ、50じゃねえや。えー、サイズを、これ400だと大変なので100に、100だとどんな感じか一度走らせてみましょう。えー、っと、ここからが絵を描くところですね。えー、少し、わかりやすいようにしておきます。それで走らすと、いいですね。ちゃんと見てくださいね。ほとんど同じです。あ、ちょっと小さすぎますね。 小さすぎる場合にはちゃんと書いていない。大丈夫かなんでこんな。あ、こっちを小さくしちゃダメですね。失礼しました。こっちは大きくしたほうがいいですね。えー、っと、ここは大きく500ぐらいにしましょうか。それで、えー、っと、えマックス n まあ、いっか。 えっと。NN か。NN の値た今500がちょっと大きいので、これをまず200ぐらいにしてみましょうか。はい。そうすると、えー、早く終わるかなと思います。はい。ちょっと荒すぎますか。まあいいやね。はい。後で、えー、だんだん良くしていきましょう。そして、はい。何をやるかというと、 まず、クリック点、座標から複素座標を計算する。ですので、これは逆に前回の156のソースをえーこっちへ持ってきて、こいつを参考にしましょう。えー、ですから、ここですね。まず、えこれですね。えー、っと、このグラフィックのところで、 ここにエネイブルイベン s キーをつけることとグラフ、b、えー、ネ e ブルイベン s をつけることが必要です。ここですね。ちょっと、えー、両方に、えー、ラインナンバーを入れましょう。ですので、こっちの新しい、こっちが今作り変えてる方です。ここの SG グラフ、43行目ですね。ここに、えー、まずこのキーと、 イネーブルイベン s を入れる必要がありますので、これをコピーしていきます。ここですね。はい。ペーストします。キーとイネーブルイベン s が入りました。そして、えー、このですね、えー、G、クリックしたときに、G、クリックアップしたときの方がいいですかね。クリックアップしたときに、えー、ここをちょっとコピーしていきましょう。この後ろでいいです。 えー、この後ろに49、一番最後に足します。そして、クリックアップの方がいいですね。えー、クリックして、G、G-UP。クリックアップしたときに、えー、まず座標を GXGY に入れます。それから、それの画像上の座標はこれで計算できることになります。いいですね。はい。そしてやることは、 何をすればいいか。2倍にすればいいんですから、サイズを半分にするわけですね。サイズを半分にします。そして、x ローと xy。つまりやりたいことは、えー、新たな座標点。座標点が中心に、ここを中心として2倍にしたいわけですから、元の画像がどうであれ、新しい画像はどういう範囲を計算するかっていうと、 新しいサイズがこうですよね。で、ここが xy なわけです。だから、ここの x ローの値はどうなるかっていうと、x-2 分のサイズですね。y の値も y-2 分のサイズになります。ということで、これを計算することになります。 えー、やりましょう。ですので、今まで SZ、サイズはよ、これ右、左右の幅ですね。つまり、えー、これで言うと、マイナス2から2 4まで、マイナス2に4を足して、マイナス2から2まで入れてるわけです。これを半分にすればいいわけですから、まずサイズを半分にします。その上で、今やったように、新たな、 スタート座標は、えー、どうしましょうか。えっ、ー、と、じゃあ、新たなスタート座標は、じゃあ、えー、X r Y ロ o これは、新たに、今見たように、これのさらに半分だけ、えー、小さいものになります。 いいですねあ。新しい、新しい座標、新しいサイズ、小さくしたいサイズの、これ計算した後ですね、の半分ですね、だけ、寄ったところが、x, y, y ベースに、x, ロ o w y, row になります。これでいいですかね。これでいいですね。で、あとは、えー、読み直します。マンデルの、そこを中心にやります。 えっと、上と同じですね。これ。あ、こあじゃなくて、これを呼ぶわけですね。ですので、えー、これを呼べばいいわけです。あ、違いますね。えー、っと、こいつを関数化しなきゃダメでしたね。はい、失礼しました。こいつを、えー、関数化します。前もやりましたね。キャリキュリスプの えー、まぁ、あ、X ロー、Y ローはグローバルなんで、これでいいでしょう。この範囲で、えー、タブします。これでいいですかね。はい。サイズ、SD も、えー、X ローも Y ローも、えー、なので、これでいいと思います。これを、キャルクディスプの、 えー、読ばいいわけですね。そうですよね。はい。これでちょっと走らせてみましょうか。いや、さすがにその、まあいいか。ちょっとこれで走らせてみましょう。 カルクリスクを呼ぶのを忘れてました。えー、一番最初に、このイベントループの前に、カ、え、ル、ー、クリスクを呼ぶ必要がありますね。はい。そうすると、イベントが 前線、えー、全然外したことでやってました。これ、えっ、ー、と、全然ダメですね。ここ、を図を書くところは、キャリクディスプの中になきゃいけないですね。ですので、この、この5行は、えー、上に行きます。失礼しました。ペーストして、この後ですね。ここの、ここに貼ります。そして、1個、タブします。 つまり、カリクディスプっていうのは、全点について二重ループで、X えーと、XL と YL と CL を計算して、その後、XL の長さだけ回転する。これがカリクディスプの内容ですね。で、これをやります。そして、<laughs> イベントループについても、えー、持ってくる必要がありましたね。イベントループ、ここからここまでを、えー、プリントします。 そしてこここにに貼ることになりますすね。ね。いいです、ねえー、まず初回セットアップして1回カレクディスプを呼びます。その後イベントループを起こしてその中でクリックを検知してカレクディスプを呼び直す。こういうことになります。ちょっと実行しましょう。いいですね。まずこれです。さて、じゃあここら辺を中心に2倍にしてみるか。 えー、いろいろな初期化を中に持っていくのを忘れてました。まず、D は計算し直さなきゃいけないのと、それから、えー、この、この二つはキャリックディスプの中に持っていかなきゃいけませんね。失礼しました。これだけですね。はい。これをキャ、えー、リックディスプの中に持っていきます。えー、ここに入れてタブします。 これでいいかな ?D を計算し直して、えー、これらを初期化して書き直すと。はい、いいと思います。えー、ちょっと格好悪かったですが、えー、ちゃんとやっとけって感じですね。準備を。はい。こうです。で、クリックします。よいしょ。えー、っと、この G アップは、えー、っと、まず,まず G プラスアップでなければいけないし、えー、っと、それから、えー、 これはドラッグサブミッツをオンにしなきゃダメですね。ですからクリックダウンで見ることにして、この G だけにします。失礼しました。こういうふうにやります、えー。で、どうでしょうかね。で、さらにこのキャルクディスプの中で一応、はい、ちょっとやってみましょう。これでいいと思います。いいですね。ここをクリック。いいですね。クリック。はい。 クリックしたところを中心に2倍になっているのが分かると思います。いいですね。はい。ちょっとだけ増やしましょうか、計算を。えー、今、200点のやつを、じゃあ300点にしましょうか。900×900、えー、900ですね。そうすると、えー、図がもう少し綺麗になると思います。それから、やっぱり念のために、いいですね。これでここら辺クリック。 はい。えー、拡大できるのが分かると思います。やっぱりこの NN を、えー、大きくすると、ちょっと、きれいに出ないので、えー、逆に、この動作を確かめるには200ぐらいにしといた方がいいですね。きれいですね。はい。その代わり、じゃあ少し点を大きくしましょうか。ここをサイズを0.05ぐらいにしまして、っていうような感じ。それから、やっぱり怖いので、このキャリックディス o を呼んだときに、 何をもらっているか、サイズと X ローと Y ローを一応プリントしておくのがデバッグとしていいですね。動作確認のためにいいと思います。はい。基本はこれでできました。えー、いいですね。シルクスクリーンのような感じですが、えー、2のところをいくらでも拡大するということができるようになりましたね。ここに実は 同じマンデルブロー図形が隠れてるのが見えてくると思います。あちこちにちっちゃかったマンデルブロー図形が隠れているという不思議なことですね。フラクタルの特徴です。これまあ、あの、今まだ小さいですけど、ちゃんと見れば、そして回転、このマックスを大きくしていけば、これが元の図形と同じだということがわかると思います。 はい。以上、えー、好きなところを拡大するということができるようになりました。あとは、コンピューターパワーを使って、計算量を増やしていけばいいわけですね。X ロー、Y ローを計算して、半分にして最強、餃子。はい。じゃあ、あと4倍拡大とかやってみてください。ぜひ、えー、楽しいことができると思います。はい。じゃあ、ここはね、一緒です。また見てください。さよなら。